っていきまーす。意外とうまそうでしょ。勢いっていうのはね、まあ、本当ランブルステージ進出してからも続くことになります。そうですね。さあその上で、まあ、今回の試合はレッドナーの番。さあどうなってナーの番。確認していきましょう。問題ない問題ない問題ない。おおゴッドバン、まさかの。おいおいおい。この試合。そっちかよ。ゆっくりバンフェ、ゆっくりバンしよう、ゆっくりバンしよう。ゆっくりバンしよう。考えながらピックしようぜ。さあクラウド9どうする。今のずっとの意味見た。そう来ると思ってたよ。別のチャンピオンを取ろう。ウディアがバンなの。やべえ。活躍したチャンプがことごとく消されていく。今見たずっとの意味、それも分かってたよ。まあ、あとはトップレーンがもうこのファーストさあどうなる時点でかなりバンされてますから、ちょっとその取るタイミングですよね。ああ、いやマジかよ、マジかよ、やだよ、モルガナやだよ。ウィンレート78点。はい。本日ランブルの戦績が。マジかランブル、マジかランブル、マジかやだな。でもですけど、大会全体を通したら本当に。トリサナ、ああもう一貫していこう。間違いないですね。モルガナ相手も楽だしね。ログイン。ログイン。ランブル自体が回数早ピック使えるチャンピオンですからね。まあサポートの選択重要ですか。はい。さあそのサポートノーチラスね。サードピック回数ノーチラスまで確定させる、はい、ノーチラス強力な連になりました。ボットレン同じマッチアップでしっかりと勝利してます。取ります、ね。もうズータンはアリスタでいいと思う。俺も安牌だよ。さあセカンドマンフェイス。一三ピックはナイス。安定してる一番。見えてない。当然ありますが。パフォーマンスも高いですし、ただちょっとこれ最後まで残したいですね。ラストピックにカウンターとして、いや得意ピックでいいでしょう。どちらの選択。さあ一応ランブルがフレックスだけど、パク選手に牽制をかけるというのもありますね。まあいいイメージでもありますからね。うん、いいと思う。モルガナいるけど関係ないと思う。取りました。ゾーイ何くんの怖えパークスマジで。ビクターだったりっていうところ無難ですが、米ですか。うわーマジかよ、怖すぎる。嘘だろ、ヨネ出してくんだかよ。ハイター系を使った時のパフォーマンスは素晴らしい。そしてトップレーンは安定のタンク、フロントを張れるチャンピオンとして最後、このタンクキラーとして潰されてます。セットに隠れましたね。割合ダメージがある、はい、いいピックだと思います。トップレーンは有利取れそうですね。ただ問題はミッドレーン。いいね、はい、これはセトいいと思います。でもモルガナでアルティメットできないとかいうオチはやめてほしいな。一人で今回もそのファイター系チャンピオンヨネ、やばい、やっぱ唇荒れてるんだアリア。大丈夫かな。ハイデアリカですね。さあこの非常に重要な一戦、最高戦 DFM 電撃イグナイトだ。クラウド9 VS 気持ち負けてね、いけるぞアリア、頑張れ。マジかよ電撃イグナイト。アリアサモナースペル、ほんとだよイグナイトだよ。1対1なんならソロキルまで見ようとしてますね。いやここはアリアのその選択がどう出るか。入っていきますバルカン、しかしワードを受けているデトネーションフォーカスミ、これ縦割りになりますか。ナイスワード、そういったスタートになりそうですね。ボットの 2v2 も、まあ、カイサノーチラス、トリスターナとアリスタ、このオールインが比較的頻繁に行われるマッチアップですから、ここボットをしっかりと手厚く、セットかなり圧かけてるね。見てくれよトップ、おい。ただそうなると、はい、エビ選手がトップレーンの1対1に集中できるという部分がありますから、有利を一本本気にはなりますね。さあフックからしっかりと、でもちょっとボットアウト取られてんだよなこれ。ダブル使った後、あーマジめフラッシュで追っていく、アリアが寄ってる、やったー、これキル確定だー。よっしゃー、よっしゃー、このファーストブラッド大きい。エビック、エビックであれば絶対にもうこのスタートをされた際に、はい、トップサイドランブルとしてはクリアをしなければいけないんです。
いいよいいよ、心ってこ心ってこ、敵の CS ゼロだよ。モルガナが辛い時間帯をついていった。このフォーカスミンの作戦の切り替えの速さ見事ですね。これ失敗したら相当に痛かったんですよね。なんでだってファーム捨ててきてるわけですから。そうなんですよ、ファームで奥を取るわけですからね。いやただこの重要な一戦でもすげー、エビくんのレーニングやばい、エビくんのレーニングやばすぎる。そんなことできるの？取れてないですよファッチ。今やっと 1CS、 ただこれはかなりダメージ入ると。ヘメカでタワーのダメージも受けきっている。夢見ていいのか？おいおい見とかってねえか、おいおい見とかってねえか。いやレーニングのところでしかもアリア選手あまりにもいいフォーカスミのスタートですね。素直にこうジャングルを立てて割れなかったけど、ボットレーンに関して の、 そのプレッシャーっていうのもいくらか緩和されてますよね。そうなんですよね、 CS のところでは実際いいですからね、はい、ブラバーがボットサイドのリフトスカットルは抑えました。ただこのロームを気づけた、フラッシュあるよ、フラッシュある、フラッシュある、ナイスワードナイスワードナイスワード。あーギリギリだったな、そのトリンケット、そのトリンケットギリギリだったな。スクライアブルーもボットも一旦リコールのタイミング作れそうですね。あちょっとウェーブが焼ける形にはなるかもしれないですけど、まあ問題はほとんどないでしょう。使っての復帰、ただエビリコールキャンセルしましたよ。リコールをキャンセルしてテレポートから戻ってきたファッチを狙うようです。モルガナ来てるからね。エビ選手はテレポートに入ってないので、ここで体力削っておけば自身はフルヘルスで、おい打ち上げは W でどっちしていく。いいダメージトレード、ここはいい駆け引きになりましたね。敵のヘルスを削ってね。あーモルガナなんで 40CS も取ってんだお前。エビがまだ残るからな、その CS。 あーこれリコールタイミングを失ったと見せかけて相手にプッシュさせてガンク、ちょっとスティール選手のガンクまで見て、モルガナがハイルピンしてるよ。ブラバーも来てはいます。レベルさレベル5だからね。しかもエビくん買い物してないよ。あー怖い怖い。おおエビはナックルダウンスピード上げて、あーバブル外れてる。一回下がった方がいい、下がった方がいい。クラウドナイン、さあパークスがやってきます。破滅のノックアップ、うまい。ヘイメーカーは間に合った。ファッチを打ち取ることにはまだ成功。あーマジかー。うーん、ちょっと強引だったねー。それミニオンもロスでいけーなー。あーやっぱり、しかもサイオンの強みも出るよな、死んだ後のな。テレポートが来たとしても人数差があればある程度勝てるという判断だったんですが、パークス選手が一方的にレベル6になってアルティメットを覚えたことによって状況を覆しましたね。まあ、経験値が詰められていることと CS の差がちょっと開いているのが気になりますね。そうですね、ここはちょっと触んのか、ファーム取るのに集中して一旦取り返していきたいですね。一旦落ち着く必要がありますね。さあドレイク、クラウドナイン触っていきます。デッドで消化済みどうですかね。トップサイドリフトヘラルドが取れればいいですけど、トップレーンがちょっと押されているタイミングでもあるのでリスクは高いか。そうですね、ファッチがカバーしています。あーうまくいかねえなー。ここ取りそうですね。まあ、これ以上ズータンが腕をめくったんだけど、はい、来たじゃんモードビースト。ここまでこの試合まだ大きな差というものは生まれない。いやーこれねートップあれだよ、ケアされてるよめちゃめちゃ。モルガナがずっとトップがおるもん、こわー対策してきとるわ。で稲島くんってランブルの時間潰してる、その間モルガナファームしてるもん。こえーなこれ、モルガナ最終的にファーム決定的にこのトップレーンのエビを釘付けにしています。ああそしてヘラルドに触り始めたクラウドナインです。カズもトップ、うわードラゴンとヘラルドか、チクショーますので諦めることになりそうです。ちょっと序盤のファイトのところでまあ2キル渡してしまったところから経験値の差がついているので、まあ無理はできないという判断で落ち着い
ナイスナイス、いい2つ当ててるよ。オッケー、アルティメット使わしたー。ナイススティール、そのままじゃない。ヘラルド取った後、さすがに倒わしていかねえか。まあ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 、レッドは怖いか、若干ミッドが押されてる状況よ。ゾーン今からウェーブクリアよ。まあ今もボットサイドリバーに出てリフトスカトルのコントロールを狙っていきますが、やはりこのミッドのパークスが先に寄ってきている分だけクラウドナインがこのリフトスカトルのコントロール主導権を取っています。ひーひー、マジ苦しい。アルティメット後ろにフラッシュないよ。おっと、あーさすがにフラッシュで追うのはないか。いや十分、いや十分ナイス。ヘラルドは4ね。ここは綺麗に、はい、その2コンボマジ怖いわ。ヨネとモルガナクソ舞いそうでハラハラする。バルカンがボットレーンから動いていますが、数を合わせてミッドレーンに合流しそうです。タワープレートこそ渡す。ドラゴン20秒。サイオンがアルティメット使ってるけど、そこを使った方がいいんじゃないこれ、うん、どうかな。ゾーイがブルーバフあるタイミングだし、ナイス。ナイスだ。ナイスだ。アビ君プレートいいよ。やはりその序盤のアクションが、はい、クラウドナインの方が少しうまくいった。オッケーっていう部分がありますからね。そこのピン壊したのでかい。あーボットレーンが若干押されてる。有利を築き上げているのはクラウドナインという状況です。さあエビも 1V1 を継続して行っていきます。先ほどのダメージ取れてる、取り返しましたね。くそ、ただまあリコールから戻ってきて、うん、捨ててるな捨ててるな。くそくそー、きちゅやりまどうしても押し込まれてしまいます。しょうがないしょうがない、いや CS 勝ってるだけますよ。ここは耐える時間帯ですね。フォーカスミーはこんな時に限って安定なんだよな。ゾーイとランブルが追ってさ、ダメでしょう、うん、絶対取ってこ次中断戦を狙うことが難しいです。まだドレイクのところは3分半ある一方で、まあ、次のリフトヘラルドがそろそろ枠タイミングでもあるそちらに焦点を当ててますね。あーどうもこのタイミング怒り投げフックはスティールに入った。イコライザーを展開しながら逃げていきたいスティール。おおスティールフォーカスか、フラッシュないもんね。あーモルガナが Q を当ててる。ナイス、おーしゃーよし返した、個人技で返した、よく返した。おーこれは美味しい、トリスターナいないのに返せたのはでかい。この11は美味しいよ。リフトヘラルドをどれだけ遅らせられるか。アリアがうまくスリーパブロ、いやよく返した。トップのウェーブロストだ、ワンウェーブロストですから。しゃそうですね、奥まで行くこと、ポポポー、カズ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 、アルティメットクールダウンに入りましたが、ヘラルドを触らせることはさせません。時間かけさせてますね。これでスティール選手の復帰の時間も間に合います。ダメージ、さあレイダンとノックアップを入れてパークスが強気にダメージ取ると2対1。今の前来んのかよ、クソヘラルド。そのダメージトレードはいてー、クソパークスうめー。入ってく、あやばい、それ弱くない、大丈夫、ウルトないよ、レベルが12だパークス。あああフラッシャー、うーやフラッシャーとエビですが、パークスが強いソロキル。バフを取られたということもあって1対1苦しい展開になりましたね。やはりパークス今のレッドバフが取れていれば焦るな、 FM 焦ってるというところ三段があったんでしょうけど、パークスはそこをミスはしませんでしたね。世界屈指のミッドレーナーです。まあこの重要な一戦においてもサーパークスのそのパフォーマンスの高さは出ています。ここですよね、そもそもレベル差がついてるな。エビ君どうした、レッドバフ取って抑え切りましたね。冷静でしたね、フラッシュ先もしっかりと見ながら、この操作性の正確さ
ージを出してくるプレイヤーというのはこれ C9 極まってんな。パークス選手の位置に常に警戒ですね。さあドレックアップまでは20秒。今ユタポンいい反応見せましたね。ヘクスフラッシュからのバルカンのエンゲージをロケットジャンプ冷静に反応して避けました。あとは気になるのがパッチの追ってるポーズ。誰フォーカスこれ。サイオン。ダークマインとタイミング合わせて打ってくるのはブラバーですが、いや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 、危ない危ない、焦ってる焦ってる、絶対焦ってる。一旦引きます。デトネーションフォーカスにプレデターから判定を見ているのはクラウドナインですが、フックは届きません。ミッドレーンにヘラルド召喚、クラウドナイン、このドレイク3スタック目となるこのドレイクを抑えに向かいます。ここはもうフォーカスミとしては諦めざるを得ないですね。これだけエビ選手のタイミング、ゆっくり大丈夫よ大丈夫よ。いやこの突如としてフォーカスミが仕掛けたテレポートに対してもクラウドナイン冷静ですね。エラルドのタックルは入らないか。さあボットレーンのエビを狙ってフラッシュないもんね。さあタワーの方へと逃げるが、ここには4人クラウドナインが集合しています。ウェーブはまだ来ていない。さあどうする。ウェーブはまだ来ていない。ウビックン W。 ああアルティメット打てない。しかしそのシールドが切れるのを待って、レーいけるか。ダメージを入れていく。トミットレンダーパークスを、はぁマジか。さあ巻いたパークス。ゾーイのイグナイトだったりが打ててる。わバブル。あーくそ。ただ惜しい惜しい。冷静になってほしいですね。ちょっとデトネーションフォーカスミはそうですね、一旦ペースを落ち着かせる必要があります。ユタポン選手のファームというのはしっかりと伸びてますから、はい、このユタポンとアリア、この2名のキャリー陣のダメージに期待。いい当たってるよ。これはアリスターが WQ したのか。2人じゃ落とせねえなあ。うわーもう行くしかなかったって判断だねこれ。ぐわーあーあー。ただまあまだまだ4000ゴールド差です。自分逆転のチャンス。絶望的ではないね。絶望ではない。今注意しなければいけないのはこのドレイクの差ですね、うん、次のマウンテンドレイクを取られてしまうと、その育っているキャリー陣、フォーカスミのキャリー陣2名のダメージもなかなか通らなくなっていきますから、そこにどれだけ集中できるかですね、はい、ネクストマウンテンドレイクアップまでは3分とちょっと。さあここにしっかりと焦点を当ててデトネーションフォーカスミ備えていきたい。負けてる時のさ、タンクのいるゾーイって弱えんだよな。サイドの視界のコントロールどちらが取るか。いいいいイコライザー。ダメがねえ、マジでダメがねえ。絶対フラッシュなのバレてるからこれ。いいダメージ。うわーありゃー。ブラバーを落としたのはデトネーションフォーカスミ。これ1効果トレードですから、これでバロンに対するプレッシャーというのはクラウドナイン、これで継続することはできないですね。アリアが見せる。ランブル近いよ、気をつけて。フェイスブレーカー、ここ捕まえる判断。サイヤも近い。レーダーと仕掛けてきた。しかしこれは後ろからスティール。うわうまい。いけ頼む、落としてくれ。突破エビフラッシュを使うのはパークス。あー大丈夫か。よっしゃーよっしゃシャットラウンダー。よく落とした。パークスを止めたのかなり大きいですよ。ゴールドもスティールに入りました。ナイス。はい、かなり美味しいです。よく落とした。ここのアリアウェルプレーすぎるでしょ。ドレイクに繋がりますね。ここほんとすごいですよアリア。どこを貫いたのそれ。まずはスティールのこのイコライザーをしっかり。うわ完璧完璧。すごい世界変えましたよこれで。ゴールド獲得したとき、はい、ホライゾンフォーカス来てるよ。これ次のドレイク戦1分とちょっとでこうアップします。クラウドナインが取ればマウンテンソウルとなるドレイクではありますけど、そこに必ずドラゴン取ってくれ。必ず取ってくれ。かなりできましたね。頼む。ユタポン選手もファントムダンサーまで。バロンが警戒だよな。そうだな。殴れれば DPS かなり期待できますよ、はい、いいよゾイブルーあるタイミングよ。視界を取りつつヨネは TPR からトップに行ってる。これ敵バロン見てるな。でもいい位置にワードがある。もしくは飛び込んできたファッジ選手を一旦かわして、うんこれバロン側にずれた時に分かる。うわグダってる時にくそーイグナイト分が効いてやがる。トリスターナがクリア行くのか。27秒
さあユタポをトップレーンに出していって、パークスはもうプッシュをやめてリコールに入ってますね。アリア世界レベルだ。アリア CS 負けてねえな、すげえ。全体的に広がってます。ドレイク前には行かないんですか。もう先にポジションを取ることはできないので、はい、遅くてもマジか、マジか、ここギブマジか、勇気ある判断だね。ただ始めますよね。あ、もうこのマウンテン、これは勇気ある判断だ。勝てないのでファームを優先します。なるほど、マウンテンソウルであればまだ逆転可能っていうことだと思いますね。これがインファーナルソウルだったりオーシャンソウルだったりすると、はい、それを勝ったとしても溶かしきれなかったり、逆にアリア選手やユタポン選手がバーストで落とされてしまう危険性がありますから、それに比べたらこちらの方がいいだろうということですね。後半はマジでやばい。いや、後半はほぼほぼ勝てない。これはどういうプランが見えてるんだろう。入りに行くアリスはアルティメット、いやー使わされたね。ワンチャンバロン、これトライ来るな。トップサイドの視界、クラウド9が人数かけて取ってきます。こういった時間帯にスニークバロンをされるのが非常に怖いので、冷静に対処していきたいですね。うん、パーマしっかりできてますよ、ユタポン。装備的にも2コアとそしてラストフィストはできてますから、かなりダメージが出そうです。フラッシュある、渋んなくていいんじゃない、渋んなくていいんじゃない、ズータン。少し浮いたと見る間にすぐさま仕掛けてきますね。これでサポートのエンゲージがないですか。フロントラインとしても1枚ないですね。ドガーエビをプッシュしますが、テレポートがありますよ。バラを始めた、この動き見えている。ランブルのアルティメットがねえんだよな、これ。さあどうする。モルガナとのレベル差が1ある。フラッシュインワンチャン狙えないよな。ギブだ。パークスがプレッシャーをかけてスティールを下がらせた。バロンはクラウド9が獲得。4対5の状況で飛び込んでいくよりもリスクの、ね、選択取れてますね。冷静に冷静に落ち着いてます。はい、さあデトネーションフォーカスミー、まずはその装備状況を QSS なんだよね。さあ泳いでバリア戻るところに狙ってアルティメットに狙える。よくないな、そこでイコライザーを使っちゃうと FM 側にはウェーブクリアがないからボットのインヒビタまで貫かれちゃうぜ。ユタポンが立っていますが、人数有利が圧倒的にクラウド9、ここは分け渡すことになりそうです。ボットインヒビタータワー獲得はクラウド9。さあインヒビターの獲得もクラウド9になりそうですが、スティールがトップレーンのパークスを狙っているか。いや、これ決まると大きいですよ。いや、これ気づけ、ちょっと早いな、ランブルが。そしてストップ大丈夫か。フェイスベーカーでエビが引き戻す。リモータルシールドボール、うわー、ナイスキル。サヨンも一応、サヨンも一応来るぞ。上位寄った方がいい、上位寄った方がいい。いや、逃げる判断、逃げる判断。ナイス、ずーたんナイス、アルティメット。うわー、タワーした、ナイスラブ。うわー、それ溶けきるのかー。カズもズベンのダメージが通りました。ニキル獲得はクラウド9、まあ、ゾーイが遠いところでしたから C9 の対応も非常に素晴らしいものでしたね。溶けきるか。いや、ただここで一旦進軍は止まるはずです。はい、問題は1分後に置くエルダードラゴンです。エルダー1分、絶対取ろう、絶対に取ろう。逆転は可能ですから、このゲーム。はい、もうここまで来るとゴールド差というよりはそのエルダードラゴンの行方ですね。そうですね、まあもちろんそのゴールド差によって集団戦のやりやすさというのは変わってきますから、大霞が不利な状況というのには変わりはないですね。ただここはよくランブル、ほんと罠だこれ。ランブル罠すぎる。このパークスを取っていく。シャットダウンを何度も何度も入れられているの。トリスのダメージがサイオンに入んねえな。スリコ間に合いそうですね。クラウド9もここミッドレーンを押してくるのではなくて、しっかりとここ対応して寄ってくるところもさすがですね。あっと風挟まれている。さあしかしここがユタポンとスティール近くにいますが諦めそうだ。数どれだけ時間を作れるか。パークがテレポートから合流してきてキルを取ったのはブラバー。さらにはスティールが爆雷。スリーバブルが入っていますがどうだ。アリアのポーク入れたいがパッチのちょっとスモーシン、そしてそこに合わせる形でブラバー横からダークバインド。くっそ怒り投げ、ここは当たりません。アリアフラッシュアウト。
インペレキルはズベン。ここまでですか。エース獲得はクラウド9。非常に惜しい試合展開でしたが、やはりこのパークスというただものではないですね。グッドゲーム。さあクラウド9、グループ突破を大きく近づける形の勝利ということになりました。グッドゲーム。あーバンピックうめー、バンピックがうめーよー、ワンチャンスねーよー、だーあのモルガナとかいうジャンプ、ブルーとカエルの借り方キモいんじゃ、なんせ早くな、これは。はあバカバカ、あーマジ悔しい。まだあるんだよね、まだ次ちょっと、もうすぐだけど切り替えていこう。